黒岩メダカに私の可愛いが通じない、星に、マガジンとかで連載してそうな作画とシナリオとラブコメ。舞台は東京の共学の高校。メインヒロインは息を吸うようにモテることが自慢であり、自身の承認欲求をこじらせた大阪出身の JK。この JK はほぼ全ての漫画に出てくる奴らをバイアズーラさせることができるという設定なのだが、唯一隣の席の主人公のオスだけは落とせない。連戦無敗だった JK のプライドとして、落とせない主人公が許せない大阪出身の JK が、何としてもこいつを落としてやるということで、あの手この手でうざがらみやラッキースケベをするシナリオ。主人公は田舎から出てきた僧侶の後継ぎなので、女人との触れ合いは戒律で禁止という感じのやつ。なので、常にしかめっ面をすることでお色気攻撃とかを回避しているが、実は都会のおはいそな JK に内心ほっこりしているとかそんな感じ。ガチでクッソ作画がお上手でこじらせ JK のラッキースケベとかの作画もクッソうまいし、大阪弁の使い方があざとくてお上手。特に、合図以降パンチラを制する者はラブコメを制すると呼ばれる感じで、この作者もパンチラのパンツの作画に並々ならぬ気合を入れて書いている部分がベネなのぜ。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よ。